ここまで戦えたことを褒めてやろう。だが、これで終わりだ。ライド・ザ・ヴァンガード、ドラゴニック・オーバーロード。全てを焼き尽くせ、黙示録の炎。この攻撃に耐えたか。その程度の攻撃で倒せるとでも思っていたんですか。本当の戦いはこれからですよ。さあ、見せてあげます。限界を突き破った先にある新世界を。このカードは夢、まさかな。世界のカードゲーム人口は数億人を超え、僕たちの生活の一部として当たり前のようになっていた。カードファイト、ヴァンガード、僕たちの中で今一番注目を集めているカードゲームだ。そのヴァンガードが僕を新しい世界に導くことになったんだ。さあ、天下分け目の戦い、関ヶ原はすでに大乱戦だ。 But 味方の裏切りで西軍ピンチ。残念。この続きはまた来週ってことで。起立。えい。では皆さん、 See you again。 マーク先生の授業面白いよね。相変わらずだよね。アイチ、これからカードキャピタル行くのか。うん。おーし、じゃあ俺様が一緒に行って軽く揉んでやるか。おーい、森川。あ、お前今日の宿題忘れたから放課後職員室来いって言われてたろ。うわぁ、忘れてた。くそ、あいち、俺様とお前の決着は延期だ。行くぞ、イザキ、ついてこい。俺もかよ。しょうがねえな。僕たちチーム Q4 がヴァンガードチャンピオンシップ全国大会で優勝してから数週間が経った。チーム Q4 は一旦解散。メンバーはそれぞれ自由にヴァンガードを楽しんでいる。
僕がヴァンガードファイトを始めてからまだ1年も経っていない。でも僕の周りの世界はその間に大きく変わったんだ。こんにちは。え？あれ？え？珍しいな。お客さんがこんなに少ないなんて。あの、こんにちは。こんにちは。このお店には初めて来たの？はい。あの、ヴァンガードって知ってますか？うん、もちろんだよ。そうですか。実はその、ヴァンガードをしてみたくて。ああ、そうなんだ。もしよかったら僕が相手してあげるよ。本当ですか？いつかヴァンガードファイトをしてみたくて作ってたんです。ファイトがしたくてデッキを作っていたなんて、なんだか昔の僕みたいだな。じゃあ初めてならルールを説明しながらやってあげるよ。そのスタンディングファイトテーブルでいい？はい。それじゃあグレード0のカードを1枚ヴァンガードサークルに伏せておくんだ。先行を決めよう。じゃんけんぽん。そして山札から5枚のカードを引く。はい。気に入らない手札の時は好きな数だけもう一度引き直しができる。手札にグレード1、2、3が揃うようにするといいんだよ。大丈夫？君は引き直ししないの？ええ、大丈夫です。うん、それじゃあ始めよう。さあイメージするんだ。イメージ。今の僕たち二人は地球によく似た惑星クレーンに現れたか弱い霊体なんだ。そんな僕たちに与えられた力は2つ。1つはこの惑星に住む生物ユニットを呼び寄せる能力コール。僕たちがユニットを呼び寄せるのは山札から引いたこの5枚のカードから。カードにはそれぞれグレードや能力値が書かれている。僕たちに与えられたもう一つの能力はユニットに霊体である自身を憑依させるライド。そして僕たちがライドしたユニットのことをヴァンガードと呼ぶんだ。ヴァンガード。さあ僕たちがヴァンガードとして惑星クレーンに立つところからゲームスタートだよ。はい。行くよ。伏せてあったカードを同時に開くんだ。はい。スタンドアップ。ヴァンガード。ウィンガルブレイブ。僕はスタンドアップ。ヴァンガード。草原に吹く風サグラボール。これでお互いヴァンガードとして惑星クレーンに立ったんだ。ん？草原に吹く風サグラモール？ゴールドパラディン？初めて見るクランだね。ええ、ウィンガルブレイブ、ロイヤルパラディンですか。まだそんなクランがあったんですね。まだ？進めます。こっちが先行ですね。うん。手札に1つ上のグレードのカードがあればそれにライドできる。はい。ビギの騎士ガルスにライド。先行は攻撃ができない。だからこれで終了だよ。僕のターンだ。小さな賢者マロンにライド。ウィンガルブレイブはそのスキルでリアガードサークルに移動。そして手札からヴァンガードのグレードと同じかそれ以下のユニットを呼び寄せることができる。呼び出されたユニットは仲間としてヴァンガードと共に戦うことができるんだ。これがコールだ。行くよ。遊戯の騎士剣をコール。僕は高校だから最初から攻撃できる。前列に並んだユニットをレストして攻撃を宣言。そしてその後ろに並んだユニットは攻撃時に前のユニットを支援してパワーを与えることができる。遊軍騎士 K でガレスをアタック
1ダメージが入った。山札を1枚めくってダメージトリガーをチェックだ。ダメージトリガーチェック。トリガーはないね。そのカードをダメージゾーンに置いて、その場所に6枚のダメージを先に与えた方がこのファイトの勝者だ。さあもう一度こっちの攻撃だよ。ヴァンガードのマロンのアタック。ヴァンガードの攻撃時には攻撃側が山札をめくることができる。これがドライブトリガーチェックだ。トリガーはない。引いたカードは手札に入れる。ダメージチェック。さあ今度は君のターンだよ。スタンド&ドロー。グレード2のカードがあったらライドできるからね。もちろんあります。神儀の騎士ボーマンにライド。守護聖獣ネメアライオンをコール。ボーマンでマロンを攻撃。ノーガード。ドライブチェック。サイレントパニッシャー。トリガーだ。トリガー？クリティカルトリガー。そう、トリガーには4種類あるんだ。君が引いたのはクリティカルトリガー。それが出たら相手にダメージを与えるクリティカルを増やす効果に加えてパワープラス5000を得られるんだ。クリティカルをボーマンに、パワー5000をネメアライオンに。クリティカルの効果とパワープラスを別のユニットに。なんだかすごく手慣れてるような。どうかしましたか？あ、ううん、なんか初めてとは思えないなって。もちろん初めてですよ。ダメージ2です。あ、うん、トリガーはなし。シャドウパラディンですか？え？うん、そう知ってるんだ。ええ、名前は。そんなクランがまだあったんですね。次はネメアライオンの攻撃です。ネメアライオンでマロンを攻撃。相手が攻撃した時いつもダメージを受けるわけじゃない。自分の手札にあるカードをコールして相手の攻撃をガードすることもできる。エレインでガード。ガードするときはこの数字分パワーが追加される。攻撃終了です。じゃあ僕のターンだ。スタンド&ドロー。こっちもライドするよ。立ち上がれ僕の分身ライド。ブラスターブレード。ブラスターブレードブラスターブレードのスキル発動。ダメージゾーンのカード2枚を裏返して相手のリアガードのユニットを1体退却させることができる。これをカウンターブラストって言うんだ。湖の巫女リアンをコール。リアンのブーストブラスターブレードが行く。ガードしません。ドライブトリガーチェック。クリティカルトリガー。クリティカルはブラスターブレードに、パワーは遊戯の騎士 K に。ダメージトリガーチェック。1枚2枚。ウィンガルブレイブのブースト K でアタック。サイレントパニッシャーと武器商人グイディオンでガード。ダメージなしだね。僕のターンは終わりだ。古いですね。え？スタンド&ドロー。もう限界なんですよ。何を言ってるの？それは？
これが限界を突き破るカードですよ、仙道愛知。え？どうして僕の名前を？知りたいですか？では教えてあげましょう。銀の牙で限界を定めし、飲酒の鎖を噛み砕け、大いなる銀狼ガルモールにライド。なんだこれは一体。イメージ通りですよね。ここはクレイ、これはクレイの地を守る戦いの軍勢です。軍？そう、地球によく似た惑星クレイ。ここには多種多様なクランが共存して暮らしていました。だけどある時現れた謎の力がクレイの血を飲み込み始めた。その謎の力に対抗するため、クレイの各国家に所属するクランたちは集まって軍勢を作ろうとしました。その軍勢をどのクランが率いるかを争ったのがロイヤルパラディンとシャドウパラディン。よく知ってますね。あれ、なんでだろう、どこかで聞いた気がして。そうですか。その戦いの末、ロイヤルパラディンはシャドウパラディンを倒さず、共に戦う決断を下しました。その決断を支持してクレイの主だったクランが戦いに参加することになった。そして集まった軍勢が今戦いに向かおうとしているのです。すごい軍勢だ。これならどんな敵だって倒せそう。その通りです。この軍勢が揃っていればどんな敵と戦っても勝利することができたでしょう。しかし。え？なんだって？ブラスターダンク！ドラゴニックオーバーロード！うわっ！ロイヤルパラディン、シャドウパラディン、そしてカゲロウ、その3つのクランはクレイの軍勢を率いる先導者だったのです。しかしそのクランの中心となる3つのユニットが突然謎の力によって囚われてしまった。中心となるユニットを失った3つのクランはあっという間に戦う力を失ってしまいました。そして先導者を失ったクレイの軍勢はもう謎の力と戦うことができなくなってしまったのです。このままでは謎の力はますます強大になり、やがてクレイの血全てを飲み込んでしまうでしょう。今クレイの血は新たな力を必要としています。クレイの全ての軍勢を、全ての国家を、全てのクランを先導できる新たな力、新たなクランの存在を、そう、今までにとらわれない限界を突き破る新たな力が必要なんだ。うわ、限界を突き破る力を、リミットブレイク。あ、あれ、え、夢、いや、そんな、いってみー。あれは何だったんだろう。それにあの子、そう、あの子は何て言ってたっけ。確か限界を突き破る力、リミットブレイク。あれ、これは、そんな、僕の敵が、僕の敵が変わってる。ただいま。お留守番お疲れ様です、店長代理。店長、美咲さん。買ってきたんですけど。愛知、来てたんだ。はい、あの、よう、待たせたな。おう、愛知、一人か。えいっせ。あ、今さっきまで子供が一人いてね。
へえ、なんていう子ですか？あれ、名前は…あの、そんなことより見てください。僕のデッキが…あ？どうかしたのか？ほらこれ、気がつくと僕のデッキの中身が…ああ、ゴールドパラディンですね。え？それがどうかした？どうかしたって、僕のデッキですよ。僕のデッキが…何言ってるんだ？アイチ、お前ずっとゴールドパラディンだっただろ？そうそう。みんな…あんたのゴールドパラディンがどうかしたの？どれどれ？おお、このグレード3のガルモールかっけー。アイチにしちゃ、このゴールドパラディンデッキ悪くないセンスだぜ。お前が言うか。そんな…おーし、今日も軽く揉んでやるぜ。カモン、イザキ。へーい。よ、苦労人。もうすぐ新しいブースターが出ますからね。ミサキ、そこの棚を片付けておいてください。この箱重いよ、シンさん持って。手伝うぜ。どうして、どうしてみんな僕のデッキが変わったことに気づかないんだ？僕のデッキは、ロイヤルパラディンは一体どうなってしまったんだ？今クレイの血は新たな力を必要としています。限界を突き破る新たな力を。限界を突き破る力。そう、そこは最強のカードファイターが集う場所。ウェルカムトゥヴァンガードファイトサーキット。僕の敵が変わってる。どうしたんです、アイチ君、難しい顔して。みー、アイチ君のゴールドパラディンデッキ半端ない強さですね。ゴールドパラディン、僕の敵は確か、そうか、あの子が言ってた新たなる先導者。次回発動リミットブレイク。今限界を突き破る新たなる力が必要とされている。イメージが君には見えた、店長代理。みー